お疲れ様です。うちわ TV 中の人うちわよしばいって言います。よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、緊急で動画回しているんですけどもね、ウィニングポスト10アップデート来ましたね。まさかの4月の24日でございますよ。今日はね、アップデート来てるんですよ。まあ私本当はね、4月の24日ね、何もやらない予定だったんですけども、アップデートが来てしまいましたんでね、成仏してくれメンス動画を出しましたけども、さあどんなね形になったのか、タイトルアップデートね、サイトの方見ていきたいかなと思います。さあ、タイトルアップデート実装された機能っていう形で、4月の24日実装ですよっていう形なんですけども、まあ一口クラブとクラブ牧場 VS レースね、岩村さんの機種、秘書の演出、医療っていう形で5つね入りましたよってね、次回アップデートは5月以降にね実施予定っていう形ですね。もう一回アップデートは入るっていうのをね匂わしておりますんで大丈夫です。まだまだ光栄テクモはやっていこうと思っていらっしゃるみたいなんでね、大丈夫だとは思うんですけども、まあここに書いてあるからね、うん、ここにデジタルタトゥーしとこうここにデジタルタトゥーしとこうよ。5月以降に実施予定ですね。この書き方だと2023年の5月よ。この書き方はどこにも2023年の5月と書いてないけど、2024でこれを入れるっていうのはもう無理よ。デジタルタトゥーですからね、そちらをねここにしっかりとね刻ましていただいておりますけども、こういった感じでね、アップデート情報っていう形で4月の24日ね一斉に来ました。珍しいですね。任天堂スイッチ結構無理なんですよ。なんかいつもよりね気合入ってるっていうのが、やっぱりこういうところに出てくるな光栄さんって感じなんですけども、まあ岩村ちゃんを実名で登場されるようにデータを拡張してクラブ牧場を追加しましたと、 VS レース対戦レースを追加しましたよっていう形で、話情報画面に医療を追加させましたと、信頼レベルマックスイベントの演出を強化っていうね、まあなんかちょっと変わるっていう感じですかね。メイン画面右下にね表示してるね秘書に表情をね演出を追加っていうね、1年目のチュートリアルイベント短縮できるように調整っていうね、そしてね馬情報画面においてコメントボタンの位置を変更っていうね、ちょっと変えてきてますね。 UI もちょっといじったって感じなんですけども、シルバーリストに系統確率の参考になるデータを表示する機能を追加しましたと、機能ローテーションでもなく開催表でもなくレースのリストから登録できる機能を追加っていうね、これ僕ローテーションの時に話してた、いや直した方がいいんじゃないですかみたいな感じですけどね。さあ、文字入力においてね問題になっていたね実名化に関わってくるねこの三髄が入ってる光のね文字を追加しているって形になっておりますんで、あの方が光のままになってる方はねこれを使っていただければと思うんですけども、オート進行画面に手術状況を任せ、これも素晴らしいですよね。固有特性について父母だけでなく血統表にいる固有特性所有馬から継承されることがあるように調整。いや、やばいでしょ。急になんかこうね湧いて出てきてしまってたっていうのを調整するついでに、四大血統表前ですねに表示されている手術馬および一部の架空馬から継承、やばいでしょ。一部の架空馬っていうところもねかなりポイントにはなってくるんですけども、要はひいじいちゃんからワンちゃんっていうことですよね。これちょっと面白いなって、これなんかそんなに騒がれてないですけど、血を紡いでいくねウィニングポストだったらね、この機能は相当いいんじゃないのかなって思いますね。競走馬のうまそうな画面において前後の競走馬に切り替えられる機能、あ、カチャッカチャッってできるようになったってことですね。これも欲しかったねこれも結構実はなんでできねえんだろうなと思ってたんですけど、これ素晴らしいですね。種付けの芝馬リストにおいて固有特性の項目を、おーなるほど、固有特性を持ってるか持ってないかっていうねリストアップもできる。中クリックで切り替えする箇所スペースリーでは、これはもうね Windows 版ですね。さあ来ました、その他各種バランスや競走モデルの調整です。今回ね白い馬ですよ。直近ですとね、まあいろんな馬いたと思いますけどもね、まあ早やっことか冷ややっことかねいましたかもしれないんですけどもね、まあ白2位とかもいたかもしれないんですけども、育ちがさ白くなかったのよ。で結構ね白くなくねみたいな話題にはなってたんですけども、ツイッターの情報を見たらねめちゃくちゃ真っ白になってて、お素晴らしいなっていうね、これだよこれとか言って書いてありましたけどね、競走馬のモデルの調整をされました。そしてみんな気になってる不具合の内容ですよ。どんな感じなのかっていうと、特定のねコケットがね親系統に昇格した後にサイヤーラインを開くと停止する場合があるね、不具合修正っていうね、もうだからクラッシュですねこれ停止する系クラッシュですよ。これはやばいやつサイレント修正ですね。僕出会ってなかったですね。で以下の親系統が条件を満たしても世界血統に昇格、これはクラッシュでもなんでもないんですけど逆に受けるよね世界血統に昇格できるはずなのに昇格しない不具合を修正っていうね、セントサイモン、エクリプスね、マッチェム、ヒムやベンドアっていうね、ベンドアなんか言っちゃいそうな、なんかおかしいなって思ってた人もいるかもしれないんですけどね、あもうそれも修正されましたんでね、いきなりアップデート後ドゥルーンとかってなっちゃうかもしれない。いやそれを確認していこう。今日新しく出会う調教師の有効度が1ではなく5になるよ。なるほどね、これでもう労働した際も5に更新されますんで素晴らしい。今回のね光栄テクモさん早いよ、仕事が本当に。デバッカーのね意見すぐねこうやって1回目のね修正で直してくる、こう今までなかった、こういうのは、うん、今までなかったんですよ。もうひたすら
桜ね、もうな、まだ壊れてますよ。いいんですか？まだ壊れてますよって、ずーっと支えておかみしないといけなかったんですよ、我々はね。こうやってね、早いね、修正になると。バグのやつ、東京行ったってよって、河原でみんな、ね、もうなんか石投げるようなね、感じのイメージになってきたっていうのは素晴らしいですね。そしてね、すでに因子を一つ所持している一部の競争馬に二つ目の因子がつかない不具合修正。あ、だからこれは、本来二つつくはずだったのが修正されましたんで、これも重要なんですよ、因子っていうのはね。そして、サイロの建設可能になる条件が想定と異なっていた。やばいですね。想定と異なっていた不具合を修正っていうのは面白いですね。やばいね、こう、ウィニングポストのバグって面白いんですよ。だこれもう開発が想定してたのと違う条件になってたっていうね。これどういうことだろう。デバッグしてマジで。これはデバッグすれば絶対治るのにさ。でも我々も知らないよ。我々も知らなかった可能性があるからね。これ気づいてないのにね、ちゃんと直しちゃったっていうね。そして一部の調教師においてカオ CG が誤っていた。この二つやばいだろ。これもう俺ら気づかないから。これ気づいた人はねもうクロートですね。そしてスマソナの剛腕風車鞭と客室が一致していなかった一部の競走馬について一致するようなうまそうなお修正。これはね、実はね、ある程度固まってきてたんですよ。実はうまそうなの剛腕丸と風車鞭丸あればもうね、余裕でどんな馬でも強くなるんじゃないかみたいなね、攻略法がねできつつあったのはバグだったって。実はバグだったっていうね形になりますので、修正されました。残念でございます。さあ、そしてエデュットにおいて一部の騎手がエデュットのリストに表示されない不具合を修正。いやいや、まずいって。まずいって、この下の方になるとね。さあ、そしてね、固有特性の発動条件において、競馬場の参照に誤りがあった不具合。出ましたね。これはもう結構話題にはなってましたけどね、中央 G1 って書いてあるのに、海外 G1 でも余裕でね、発動しちゃってて、今、もうそれが当たり前になってたので、逆に言えばね、これ、まあ元に戻したというか、想定と異なっていたところをね、直してったって感じみたいですけども、もうあれは、要は、テンポイントがアメリカ行ってももう無理ですよ。2周目の方気をつけてください。さあ、そしてその他細かいね、誤字やレイアウトなどの不具合を修正。いや、なんでレースのあのカクカクのこと言ってないの、この中に。この中に必要だったのはあのレースのカクカクなんですけどね、治ってないのかなって気になりますよね。本当にアップデート来てるか確認してみますわ。とりあえずね、本当にアップデート来てるのか確認してみましょう。さあ、ということでね、再起動しないとダメですからね、こういうのは再起動してね、果たしてウィニングポスト10の PS5 版ね、来てるのか確認していきたいかなと思います。さあ、プッシュっていう感じになってますけども、まあ、これね、どうやってね、確認するのかというと、追加機能の設定っていうところがね、こういった形で出るようになってるんですよ、今のウィニングポスト。すごいですよね。気づかれてないかもしれないんですよ、もう。さあ、そして本バージョンよりね、今村ジョッキーが登場するようになりましたよ、と。一ノ川さんからね、今村さんになりました。でも、一ノ川さん結構可愛らしいね、描写だったんで、あの顔 CG もどっかで使ってほしいですけどね、みたいな感じなんですけど、まあ、リア今になりましたんでね、リア今になっていくっていう感じでしょうかね。およびね、ニューゲームで新規開始時には適用済みですよ、と。ストーリーデータのロード時には適度ね、適用するか確認しますっていうね。これがすごいのよ。今までね、こういうのなかったんですよ。なかったんですよね。だから途中で、セーブをせずにストーリーデータをロードし直してくださいっていうね、ロード時の操作に誤りがあった場合はっていうね、形なので、こういうの一切なかったんですよ、昔のウィニングポストっていうのは。ウィニングポスト10がどれだけね、プレイヤーに寄り添ってるかね、わかるような内容となってますね。ボリューム 1.03 の追加機能ね、クラブに関しては、クラブおよびクラブ牧場をね、設立できるようになりましたよっていうね。名声や牧場の資金とか、知人の有効度など条件満たしてると、クラブ設立できます。クラブ設立すると、年末にプレイヤー牧場の明けに裁判をね、クラブ牧場にできる。もう今までと一緒ですね。で、さらにクラブの運営がうまくいくと、最終的にプレイヤーが種付けなどを自由に行える、クラブ牧場も設立できますよっていうね。これが、クラブ牧場の解説がクラブのね、ストーリーの最終だっていうのも、ここにね、明示されてますんでね。まあ、これは相当わかりやすくなってますね。そして VS レースですね。本バージョンより VS レースできるようになりましたよっていう形になってます。14レースまでね、保存することができますよっていう形。そして医療についてはね、各目標の達成条件以下の通りですっていう形で、あんだけ言ったんですけどね。あんだけ言ったんですけど、やっぱりね、まあベギラゴンじゃなくてね、まあメラゾーマぐらい燃えたんじゃねーみたいな話はさせていただきましたけども、なんかいろんな方に言われました。いや、メラレベルだわこれはみたいな。まあだからほんと一部のね、ユーザーがね、燃えてただけだったらしいんですけど、まあ僕はまあね、
あの誇張しすぎたね、まあハリウッドザコショーみたいなねプレイヤーですから、まあなんかもうちょっと燃えてたらもう大炎上って言っちゃうタイプですからね。大炎上してなかったんだね実は。まあメラだね、うん、メラぐらいだったんですけども、そのメラに関してはねやっぱ修正できなかったみたいですね。まあでも異形だからさね、もう手のひらくるくるですけど、異形だからまあこれぐらいでもいいんじゃないのかっていう形なので、皆さんと一緒にね目指していきたいなと思いますんでね、異形のね攻略法のね情報随時お待ちしておりますんで、ぜひコメントの方もねクロードプレイヤーしていただければなと思います。ということでロードゲームでもね問題はないということになりましたので、まあちょっとねロードしてみようかと思いますんでね、6月の3週のセーブデータやってみましょうかね。さあ来ました、こんな感じですね。今回のアップデートにより岩村さんの実名が登場しますよって、適用しますかっていうね、登場時に実名になります。はい、このストーリーデータにおいて実名での登場が適用されましたと、ストーリーデータをロードしてやり直してくださいっていうね。これで要は何かしら、お、瞬きした。いやもうこれ瞬きしなかったんですよ、ここの右下、右下よ。もう俺はもう弥生しか見てないよ今。弥生が、あ、ほら瞬きしてるよ。おお、今動こうとしたね。俺がボタンを押そうとしたら動こうとしましたよね。動くのかな、ちょっと待ってみようか。瞬き、あ、動いた、笑った笑った笑ったよ。動いてる。右下の弥生が見て天使の笑顔、もう焦点しましたね。今皆さん半分以上の人が今焦点しました。やばいでしょ今のは。今までさ、なんかこういう大型アップデって基本的になんかやり直してくれみたいなね流れあったんですけど、どうやらねロードでそのままいけちゃうっていうね、神みたいな感じですけどね。この状態の弥生動いてほしいですけどね。動きますか。あ、ここの画面は動かないみたいですね。すべての弥生が動き出すわけではないっていうところがね、まあポイントなのかなと思うんですけども、まあ要は馬そなを手に入れましたよとかの時に呼ばれて、なんかこうね、パチパチね、されるのかなと思いますんでね。まあ、パチパチしてほしいですね。お、来そうですね。おー、動いている、弥生が動いているよ皆さん。見てこの天使の笑顔。この格好の弥生のこの笑顔はもうね、おっさん全員これで行ったよ。もうこれでもうあの次の世界に行ったわ。賢者とかじゃなくてもう蘇るぐらいの笑顔ですね。まあこんな形でね、まあアップデートが途中からでももう今回ね適用できるっていう形になってますんで、一口クラブもね5月の1週とかにね入ってきたよって言われる方もいらっしゃいますんでね、まあおそらく条件は前回と同じでね、知人とかのね仲良し度っていうのも必要にはなってくるかなと思いますけども、結構ねまあ2周目するようなね方であれば全然ね、こういった知人がバーっと一気に並んでる方結構いらっしゃると思うのでね、もうここからですよ。これがもう本番です。今日の24日のアップデートを迎え、完全に光栄テクモのウィニングポスト10はリリースしましたんでね、今日リリースですから、皆さん勘違いしないでください。ここでもうやっとできたっていう感じですね。本当はねこれがね当日分でよかったんですけどね、まああの30日間に合わなかったから、まあ1ヶ月経った後にねしっかりねやっていくっていう形ですね。こんな形でね信頼レベルのマックスの馬をねどんどん増やしていって、あと残り9頭でね弥生ちゃんと偉業達成ですけども、やっぱねこれもしかしたら爆発力70と2頭の所有種馬は世界血統に昇格させるっていうのをもうすでに2回やられてたらもう金札もらえちゃってたのかもしれないですね。だからもう逆に言えば事前プレイですよね。3月30日からのから4月の24日までの事前プレイの間にね、この偉業に関して進めていらっしゃってたベータ版のね先行プレイでね、この偉業を達成しているクロートプレイヤーもいるかもしれませんのでね、そこの部分から考えるともう達成したよって方もいらっしゃると思いますんでね、そちらの方はねぜひコメントいただければなと思いますよ。アップデートを同時にね金札がもらえるっていうよくわかんないね状態な方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあこんな感じでね非常に快適になっていくね、うまそなのところからねこういった感じでほらいけるようになってるんですよ、Lリストでね。これめちゃくちゃ便利ですよね。次の馬が何かって分かんなかったらあんまり便利じゃないような気もしますけど、まあでも一頭一頭ね違いますよみたいなのとかも言ってくれるっていう形なので、今回本当に馬そなはねだいぶ大事なね機能になってますんで、アップデート入りましたんでね、またまたね再熱がメラメラしてねベリラゴンしていくような形になるかも、いや逆にイオダズンかもしれないけどね。うん、で俺が好きなのはヒャダルコなんだけどね、ヒャダルコみたいなねまあゲームだったんですけどもね、もう凍るようなね思いをしたりね、ベリラゴンみたいに炎上するようなねレベルのゲームだったんですけども、今回ねもう至るとこでイオナズン、イオナズンギガスラッシュみたいな感じになってきてますんで、まあちょっとね中だるみしてた方もねここからねクラブをねこうやってほら見てよ、右下でもちゃんと手振ってくれるようになったよ。うん、弥生でこの破壊力だから、もうゆいちゃんもだいぶなね19歳の拍手はね、もうやばいって、もうやばいと思うよ。このタイトルアップデート入りましたんで、ウィニングポストでねぜひねまたまたねやり込んでいけるような要素増えてますんで、ぜひやってみ
みてはいかがかなと思いますし、まだ買われていない方はね、もう買うべきなね状態になったんじゃないでしょうか。ぜひともねご購入検討してみてはいかがかなと思います。こんな形で引き続きまだまだねウィニングポストだったりね光栄テクモをストーキングしていきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなって思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。またぜひ次の動画配信も見ていただければと思います。それでは次の動画配信でバイバイ。